年のうちはどういうふうにみんな考えているのか、特に武豊スペシャルウィークね、スタートしてみないと分かんないですね。どの位置取りにしますかね。さあ徐々に枠入りが進んでいますが、伊藤さんあと何頭ぐらいですか。はい、あと3頭です。今文獣が入ります。歓声にちょっと驚いたんですけども、記念騎士が首を叩きますと落ち着きを取り戻したようです。そうですか。さあ最後にボルジア、14頭立てで行われます都市のジャパンカップ。今スタートが切られました。さあ正面スタンド前の先行争い、無理にはいかない感じだが、それでもアンブラスモアが先頭に立とうとしている。もう外から7番のインディジナスも前に行こうとしています。そしてステイゴールドも前、インコースからはスティンガー、さらにタイガーヒル、この辺りちょっとかかり気味、大隅ブライト、そしてモンジューは後ろの方からという展開になりますか。さあ第1コーナーを左手にカーブを切っていきます。モンジューのピンクの帽子は後方からです。さあ1コーナーから2コーナーに向かっていきます。スペシャルウィークも、中段よりも後方の位置取り、そしてそれを見るようにモンジューは後方から後方2番手あたりを進んでいます。さあ各馬が向こう流しに入っていく。アンブラスモアが逃げています。前から見ていきましょう。先頭はアンブラスモア、アンブラスモアが先頭で2馬身のリード、その後ろ4番のスティンガーが続いています。スティンガーの後方は2馬身ほど切れまして、この辺りは7番のインディジナス、今 1000m1 分で通過平均ペース、そして1番のタイガーヒル、さらに10番のステイゴールドと続いています。さらには大隅ブライト、さらにはハイライズ、11番のフルーツオブラウマイケルロバーツ、そして6番のラスカル鈴鹿、ポツンポツンと離れて、そして日本総大賞スペシャルウィークはここにいます。スペシャルウィークはここです。そしてその後ろ、その後ろ、ピンクの帽子が2頭ボルジア、そして後ろからモンジューです。後ろからモンジュー、そして2番の梅のファイバー、さらにもう1頭後方から8番の末広コマンダー、こんな体勢ですが、さあスペシャルウィークも、そしてモンジューも後方から追い上げ体勢、さあ上がっていった、スペシャルウィークが上がっていく、その後ろからモンジューが上がっていく、欅の向こうを越えて、まだ6馬身のリードを持っている、まだ6馬身のリードアンブラスモアです。さあその後ろから徐々に後続の各馬が追い上げにかかってきた。じわじわとタイガーヒル、さらにはステイゴールド、ここについてはフルーツオブラウ、そしてさらに一番外からスペシャルウィークです。そしてスペシャルウィークのさらに外からモンジュー来ている。さあ横に広がった、横に400を切りました。懸命に追ってくる14番のモンジュー、伸びてくるかスペシャルウィーク先頭に立った。スペシャルウィーク先頭、内からインディジナス、スペシャルウィーク、さらに追ってくるハイライズ通ってきている。先頭はしかしスペシャルウィークだ、インディジナス、そしてハイライズ、先頭は13番、スペシャルウィークだ。やはり日本総大賞、スペシャルウィークが勝ちました。勝ちタイム2分25秒後、武豊、ジャパンカップ初制覇、日本総大賞スペシャルウィークが世界を前に堂々とジャパンカップ。エルフォンドル傘を差し切ったモンジューをはじめ、有力な馬娘たちが遠い海を越えてここに集いました。迎え撃つ日本勢、注目は黄金世代スペシャルウィーク。世界を相手に果たしてどう立ち向かうのか。全ての馬娘がゲートへと収まり、世紀の一戦、ジャパンカップが今スタートしました。14万の観客が詰めかけたスタンド前を優秀たちが走り抜けていきます。比較的緩いペース、スペシャルウィークは今回中段よりやや後ろに控えました。そしてスペシャルウィークを見るように1番人気日本中はさらに後方へ位置を取ります。やはりマークされているようですわね。ええ、スペちゃん、各馬娘向こう正面に入っていきます。先頭から後ろまで大きく広がる縦長の展開。世界王者モンジューは後方から2番目の位置、そして日本総大賞スペシャルウィークはここにいます。ペースはスローならばスパートのタイミングが鍵になるが、さてどう出るのか。残り 1000m を切って第3コーナーへと差し掛かります。お互い睨み合いが続く状態、一体どこで誰が最初に仕掛けるのか。あとここでスペシャルウィークが上がっていった。やはり早めに動いたか。この後ろ、今週も一気に追い上げる。注目の要素がここで動いた。
晴らしい素質を持っている。だがそれでも私の方が厳しいか。スペシャルウィーク行け。負けるな。スペシャルウィーク。そうだ、スペルならやれるに決まってる。ほら、日本一の馬娘ってところ見せてやれ。ゴールは目前ですわ。ファンの人たちの夢、みんなの夢を乗せて走る。